車の取説。トヨタカローラ。カローラはトヨタのラインナップの中でもロングセラーモデルの一つです。2021年7月には世界累計販売台数が5000万台を突破し、名実ともに世界のベストセラーとなりました。2018年にはフルモデルチェンジを受けて12代目になり、プラットフォームやデザインが変わったことから幅広い世代に受け入れられるモデルに刷新されました。ラインナップはベースグレードの GX、 ミドルグレードである S、 トップグレードの WBY-B の3グレードを設定。 WBY-B のみターボモデルが用意されています。駆動方式は FF もしくは 4WD の E4 を選択することが可能です。車両本体価格は193万6000円から294万8000円となります。パワートレーンはガソリン車で 1.8 リッターの直列4気筒エンジン、ターボ車では 1.2 リッターの直列4気筒ターボエンジンを搭載します。ハイブリッド車では 1.8 リッターの直列4気筒エンジンに加えてモーターが組み合わされます。燃料は全車でレギュラーガソリンを使用。燃費最良値は WLTC モードで29キロをマーク。今回はガソリン仕様の GX で高速道路と一般道を約150キロ走行しましたが、メーター表示の実燃費はリッター13キロでした。運転支援システムはトヨタセーフティセンスを標準装備しています。歩行者や自転車を検知するプリクラッシュセーフティや、ブレーキの踏み間違い時の被害を軽減するパーキングサポートブレーキなどを採用。さらに道路の白線などが見えにくい場合でも、全車に追従するレーントレーシングアシストも一部のグレードを除いて標準装備しています。ボディサイズは全長4495ミリ、ホイールベース2640ミリ、全高1435ミリ、全幅1745ミリ、最低地上高は130ミリとなっています。エクステリアではスポーツクーペのスタイルとたくましさを表現するシューティングロバストをデザインのキーワードにしています。端正さの中に勢いのあるアクティブさを同居させ、若年層にも魅力的に映るデザインにしつつ、カローラらしい親しみやすいパートナーとしての一面を強調。トヨタの TNGAC プラットフォームを採用したことで、低重心でワイドなスポーティーデザインになりました。インテリアではブラック基調のファブリックシートを標準装備とし、WBY-B には合皮とレザテックを合わせたスポーティーシートが搭載されます。さらに全車で7インチのディスプレイオーディオが標準装備され、スマホアプリを操作したりナビキットを取り付けることで車載ナビとして利用することも可能です。後部座席はそれほど広くはありませんが、身長170センチ程度の人であれば頭上に余裕を持って乗ることができます。カローラのラゲッジルームは VDA 方式で429リッターを確保しています。またセダンはリアシートが一体固定式となっていることがほとんどですが、 WBY-B では6対4の分割加灯式を採用しているため、トランクスルーにすることができます。リアシートの居住性を確保しつつ使い勝手を向上させている点は
カローラの特徴的な部分と言えるでしょう。車内のドリンクホルダーの数はリアセンターアームレストの有無によって異なり、WYB が6箇所、S と GX では4箇所設置されています。USB ソケットは WYB グレードで4箇所、S と GX では2箇所設置されているほか、WYB にはメーカーオプションとしてスマホをワイヤレスで充電できる置くだけ充電を装備することも可能です。今回試乗した GX は 1.8 リッターの直列4気筒ガソリンエンジンで回転域にも余裕があります。 TNGAC プラットフォームとの組み合わせによって滑らかに加速しつつ安定した走りを楽しむことができるでしょう。またフロントとリアのサスペンションを徹底的にチューニングすることで乗り心地を向上、さらにアクティブコーナーリングアシストを採用することにより、これまでのカローラにはなかった機敏なコーナーリングを可能にしています。高速道路を時速80キロで巡航している時の車内の騒音レベルは67デシベル程度でした。セダンならではの静粛性や快適さだけでなく、チューニングされた足回りや洗練されたエンジンによって高い走行性能も秘めています。使い勝手も良く、走りも楽しむことができる一台だと言えるでしょう。